9時から四季の細道第8回始まりますんで、9時までにカウンター前のテーブルに、100円と、お名前キャラを書いていただけますよう、よろしくお願いします。今日本日ハロウィンということで、山本さんからお菓子いただいてます。ありがとうございます。皆さん美味しく召し上がってください。よろしくお願いします。You can crash! Crash! Crash!
DJ Ben。Hey!
愛。
はい。Round one, fight!
Fight! Tiger! Uppercut! Tiger! Ball!
はい。あと5分ほどで月の細道のエントリーを締め切ると思いますので、まだエントリーされてない方お願いします。
Thank you.
マイク2個目復活しました。はい、お二人で喋ってくださいね。はい、じゃあ始めますか。始めましょう。はい、終わり次第。じゃあ
マイク、そうです、直りました。はい、お、安全も OK ですよ。いやいや、掛け合いでいけますよ。とりあえず、実況される方、ここに座ってください。お願いします。はい、あ、もう準備終わってますか？準備終わってますか？準備できてますか？2人目もいますか？はい、じゃあ、じゃん、3人目もいます。じゃんけんぽん。はい、ペコさんが勝ちまして、はい、なぜか 2P と言いながら 1P に行きましたけど。そっち 2P、 そっち 2P。 はい、じゃあ今日もワイワイやっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 1P が、川島さん DJ、2P がペコさん S 剣です。はい、じゃあ始まりました。第8回、四季の初日、スーパーケンドペコさんと、川島さんの DJ で、場合が始まっています。さあ、ここでイスケンが飛んで、さあ、ここで裏を抜いて、ハチコリックが、しかしここをイスケンが波動を打ち込んでいます。川島 DJ が、川島 DJ が、ここで進めて、玉の試合、さあ、ここで玉の試合。さあ、ここでダンシングドロー DJ に対して、イスケンが非常に、完全に冷静に、冷静に打ちます。今、波動が飛んで、スケンが飛んだので、ダイブゲージが本当に、さあ、これでまだ残り分からない。さあ、これはドットの勝負になる。さあ、これはどうなる、どうなる、どうなる。さあ、そう攻めて、しかし勝利やってしまった。これは最後で分かれてしまった。ラウンド2目、さあ、回復しても続く DJ も安田さんの名刺が残っていて、さあ、確かに私もね、あの時に追いつけて、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 そして足で転がせる。さあ、そう、うまい、このロケティアの素晴らしい、そして、ロケティアの3段が上がって、さあ、そして、エスケートの時に、さあ、ロケティアの3段が締めて、そこから、ハードが、そして、はまだ、足がそこがハードが当たってしまった。これは、実際のことのような、とてもまだ分からない、まだ勝負が分からない。だから、そして、もう、スパッと、スパッと、ケンゴンが冷静になるんですけど、さあ、ロケが、すごい、今も危ない。しかしそこをロケッティアで、さあ、1対1で、さあ、これでペコさんは、さあ、これで、さあ、3個目、はい、さあ、そこだ、うまい、いや、そらしだ、あとは、あとは、さあ、次は、山本さんのチュンリーですね。あ、あれ、書かないといけないね。ラウンド1ファイト。さあ、川島 DJ がこのまま、何でしょうか。さあ、というとこれで、山本チュンリーが勝ち進むのか。輝かしい中国のシティが青い DJ を倒すことか。これ中国の対決です。さあ、カズ今のスポーツを飛び込んでしまって止めませんしまった。さあ、もう DJ の飛び込みの足が止まりました。そして今のスポーツを飛び込んでさあ、ここからもう投げる突き当たりさせない DJ を飛び込みました。ラウンド2ファイト。投げる。そして、エアスラッシャー。しかし、ここで強いです。ここで、カーシングリーグが。
次は僕らしいですね。頑張っていきます。いってらっしゃい。変わりましてセロテープです。カワシムさんの DJ に対するは辰俊さんの龍ですね。なんか人生で今が一番疎通楽しいって言ってるいいことですね。二十数年何をしてたのかっていうね。さあ飛んでしまって痛いのが3回めくりはナイスガード。でも走り投げられる。さあ端から逃げるには一回こかすか変な竜巻で頑張るか。さあとりあえずでもじわじわと陣地を取り返している。あれガードしちゃうともったいないですね。そこでちゃんと昇竜拳出ないと竜使ってるんだったらば相手が結構そうそういいですね。そうしないと相手が飛び放題になってしまうので試合が楽になってしまう。飛んだら痛いよっていうイメージを与えないと相手が伸び伸びプレーしちゃうので、なんとか追い詰めていいシンク入りましたね。あ、そうです。今日はなんか山本さんの差し入れのおやつがこれはハロウィンなんですか。そうですね。あ、ハロウィン。だからこれは食べてもいいらしいです。溜まっちゃえばかなり DJ 側も行動が制限されるんですが、それまでは割と見てから台形が当たったり溜まりましたね。さあ飛んでみる。あれを許しちゃいけない。このゲーム飛びを許しちゃったらば、ああ飛びを許しちゃったらば、さあ対空、さあさあ真空使っちゃったが結局ゼロロット。じゃあ次は自分なので行ってきます。はい、続きは HP セロテープさん、 2P タストスさんですね。なんか先週もこんな感じだった気がするんですけど、じりじりと、じりじりと、そうですね、緑対決、じりじりとセロテープさんの残機が近づいていってますね。もう辰俊さんの竜は逃げてますね。だいぶ逃げてますが、画面端で、おっ、勝利割れました。辰俊さん、溜まりました。両者これで真空持ったので、残機も、おっと、ダブラリ終わり際に5ヒット。あ、惜しいです。クリュー出したんですけどね。どうか、どうで押して距離を空けていくが、お、スクリュー割りましたね。今ダブラリダブラリでダイヤ足を動かされて、ダブラリで近づいていくが、おっと飛び込みから昇竜で削り、真空削りフィニッシュです。両者1-1で、竜巻に乗ってしまった感じですね。画面端、竜画面端なんとか抜けてますが、スクリュー距離を離したい竜ですが、ダブラリでじりじり波動抜けてくるので、おっと今の昇竜うまいですね。中昇竜ですね。とダブラリ当たってしまいました。で続きまして、ミキさんのガイルですね。はい、ガイル
ソニックソニックでアッパー出ましたね。相打ちオッケーな感じで、しかし飛び込んでスクリュー1回、画面端じゃいで、はい、飛び込んで、あっとスクリュー透かした、サマー出ちゃってましたね。飛んで、お、2発入りましたね。で、アッパーなのかな、今アッパーですね、アッパー出てますね。しかし飛び込んでスクリュー、スクリュー4回で終わっちゃいますからね。ダブラリで抜けきれなくて、あー、押したのに離れちゃいました、フラングパウン、台足でこかされてしまいました。続きましてジャイアントマシーン2号さん、さあ、さあ、注目のジャイアントマシーン2号さんですね、謎の男ですね、さあ、S バルログと X ザンゲブとはめったにこれは見れない対決じゃないでしょうか。レアキャラですよね、この七色のレインボーのスーパーバルログを操るジャイアントマシーン2号さん、一体何者なのか、さあ、注目です。なかなか怪しい動きですね。これはこの S バルログ自体のこの攻撃の判定っていうのは X よりやっぱ、いや違うんですかね、あんまり変わらない。あ、あのフェアがないよ、もう爪だけでなんとか一本取りました。しかしここはセロ様の今のはすごいうまい、噛みつき今のは素晴らしい。さあ、これバルログが恐怖のこの七色の攻めを、全然七色の攻めですが、しかしこのさあ、さあこのジャイアントマシン2号がこう、さあしかし今のはうまい、素晴らしい、意識を明らかに配分させて、さあセロ様がこのまま3人目勝ち抜くのか、それともこの S バルログジャイアントマシン2号が止めるのか。さあ飛んで、こうザンギからしてもスーパーキャラとはいえなかなか辛いところが、今のこのジャーマンうまい。さあヒョウバルが来た、ヒョウバルが来た、さあスーパーバルログのヒョウバルっていうのはもういつ見れるか、次見るかわからない、なかなか貴重な映像になりましたね。さあしかしザンギ、さあこのセロ様が、おー今のうまい、さあボディアタック、さあこっからうまい、素晴らしい、さすがセロ様、これで3人抜きです。さあ次は誰でしょう、猫集め仮面さん、ね、猫集め仮面さんですね、猫集め仮面さん、素晴らしい、ね、猫いっぱい集めてるんでしょうか、これは一体、ね、素晴らしいですね。エクサガト、あーこれもこれで非常に厳しいカードですかね、どうなんですかね。しかしこのセロ様のその回しに行くまでのこのフェイントのタイミングがさっきは素晴らしい、絶妙です、ね、絶妙に意識の配分的なものというか、このバリエーションがかなり見えない。しかしこのさあこのエクスサガットのこの虎のこのタイガーショットが襲う、あーこのタイガーショットが、あータイガーニーが来る、さあ足が伸びる、しかしこの足の方でもザンギが今のシューキックがうまい、さあ飛び込んで、さあタイガーショット、さあその足を攻める、体力がほぼ大事、さあここからが本当の勝負か、さあザンギが攻める、あーしかしこれここからどうなる、冷静にソウル様ここをガードして、さあこの打つ、さあこれは怖いの、あー今のは惜しかったな、今のは猫集め使えるんですが、見事に冷静にやっていきましたね。運命か、このエクスラとこの白いカーボカラーでどんどん攻めていくのか、さあ今のアッパーカット、アッパーカットのそこ、あー今の膝からのスクリューうまい、さあここからザンギのタイムか、しかしこうサガットがしゃがみ蹴りで遠く意識を外す、今のボディアタック前、さあここからどうなる、さあここからどうなる、さあここはどう攻めるか、さあまだわからない、こうサガットのこの手足が伸びる、これが怖い、さあピヨってしまった、あーしかし終わってしまって、11スロー様がすごい冷静に対処しました。さあ3本目、この
身長がほぼ同じ同士でもこの横の間合いのこのギリギリの怖さ、サガットの手と足が当たるかそこを攻めるかの、うわ今のエキックは甘かった。ナイスヒロド、ダブルアレキック。さあそこはどうなる、おーっと掴んで、さあそこは蹴って、おー今のヒットうまい。さあそこで、いやー素晴らしい、これでスオ様が4人抜き。 EYL さん、 EYL さんですね。次が次は EYL さんの、お、おとけの、おとけのから、ということはこの先に取ってるじゃん。いや、しかし、わからない。この、オートゲーの、このエクスガイという部分で、リズムがものすごい、叩けが上手いんじゃないでしょうか。はい、もう、スト5もやってる方、いや、これは注目です。今の中キックの辺で上手かったですね。さあ、これ中キックでやる。いや、これは、でも、わからないぞ。この、今の足の当てからのスニックは非常に素晴らしい。さあ、ここ、素晴らしい。飛び込み、素晴らしい。あ、しかし、この飛び込み、非常に残念に対しては危険。あーしかしお肉今の飛んでしまった、いやー素晴らしいと思いますよこれ。さあまだ勝負はわからない。さあ2本目からこの白い無心になってるこの色を表すこのガイルはもしかしたら攻めるかもしれない。しかし今のダブラリーで今の食らって、さあこういうチューキックで、さあこれザンギがこれ、しかし今このガイルもうまい。さあこれチューキック素晴らしい、今のキックからのフィットソニックは素晴らしい。さあこれさあザンギの足で爪が、さあそこ飛んでしまった。ザンギがうまくハイキックで攻める。さあこの前でもしかしてこれはいけるのか。さあしょ、うまい、これは白いから、おい、いけるこれはいけるのか。しかしさあ、あっとこれはすごい、なんと平均星、これは勝負はわからないぞ。さあ3本目、さあこの恐怖の白いガイルがこのセロ様を追い詰めるのか、それともセロ様が破竹の5連勝を出すのか。さあどうですか。あーこれはやばい、これは遅い。さあ来た、うわー今のやばい。さあさあセロ様には頑張ってほしい。セロ様頑張れてほしい。さあそこ足を蹴る。さあそこ、しかしこれ分からないぞ。まだまだ勝負分からない。さあっとなんとこれはすごい、 EYL さん衝撃のデビューで、なんとセロ様から一本取るという、やっぱりこれは音系をやってるっていう部分でのものすごい反射神経が光ってるということなんでしょうか。やばい、すごい音が現れました。すごい音が現れました。これはデートの式にニューヒーローが誕生したというか、非常に式の勢力図が変わりますね。さあ、大きく変わりますよね。さあ今は戦いでのノブさんの X 剣ですね。このお互い白色同士の戦い、さあここでノブさんの X 剣も非常にこの足技のフェイントが非常に怖い。しかしこの EYL さんのこのデビューでのこれはものすごい自信になって、恐らく今メンタリティは相当強いはず。さあこのメンタリティのこの強さでものすごいこのまま攻めるのか、これはニューヒーロー本格的誕生か。しかしノブさんも頑張ってほしい。さあここで剣が立つわけ。しかし今の反射神経うまい。これはまさに音ゲーやってるならではのものすごいビートマニアで言えばグレートっていうところですかね。いやもうものすごい素晴らしい。さあしかし今の足を出してノブさんが冷静に勝利権を1本取りました。さあ3本目、さあここから岩井ですね、剣突を、それともノブさんが安定でこのまま行くのか。さあまだわからない。しかし上がめじレクスをやり始めて1週間素晴らしい。しかし今の三段は非常にうまい。おっとこれはわからないぞ。しかしこの勝利権、さあノブさんに頑張ってほしい。さあここで足を蹴る。さあしかしこれはわからない。さあいいぞこれは助かりしかし岩根さんこの中足はうまい。さあまだわからない。さあ残り1ドットか削れるか。さあその足を蹴る。さあこっから本当の意味でのスト2の勝負。おっと素晴らしい、今のは素晴らしい。ノブさんの飛び込みの蹴り、これは今の冷静のノブさんの剣が1本取りました。いやー EYL さん素晴らしかったです。もうこれはまさにビートマニアで言うならグレートの連発ではなかったんでしょうか。もう素晴らしい。さあ次はロードさんの X 竜ですね。このロードさんも非常にやる気がものすごい、このデートナシキでのバーニングスピリットが非常に伝わる戦いになるでしょうか。さあこの黒い竜が、このショーパンチ色の黒い竜は非常にかっこいい。この黒い竜のこの
この沈黙を表すこのクレリューと、しかしこの無心でいるこの白い剣の方が勝つのか。さあこれはもう、さあお互いに勝利を出してしまって、出して勝利を、今の勝利からの足払いは非常にうまい。さあそこシンクアド素晴らしい今の感じ。しかしさらにそこをうまく攻めていって、ハドワイすごい。あっとこれはロードさんが1本取りました。これはわからないぞ。さあ2本目、さあロードさん今ものすごい健闘した。さあハドウケ、さあ飛び込む前、さあハドウ、さあ勝利を出してしまいますが、冷静に転ばせる。さあ勝利、この剣の勝利が非常に怖い。さあハドウケ、さあこのハドウケでもスピードが全く違いど、ま、このスピードが非常に戸惑いを誘わせる。さあ龍が今のハドウケからのファイアハードうまい。さあハドウケ、ハドウケ、さあここはロードさん今の飛び込みうまい。さあしかしノブさんの 剣のこの足からの、いやー今のシンカードが押しからしかしかしこう足払いで攻めて、さあここから今のお前、さあここからどうする、どうする、どうする、素晴らしい。しかしそこを足払いでやって出ました。これがノブさんの剣の本当の怖さ、ものすごい足のフェイント、これは読めない。さあ3本目、さあお互い勝利で劣ってる。さあしかしここは足払いで攻める。さあこの前からどうやってる、今こう近づくことが、さあさあこう来た、さあ恐怖の膝蹴りか。さあこっから剣のタイミングが、しかしうまく勝利でかわす。しかしまた剣が勝利である。さあ来たかかと蹴りから足のフェイントか。さあ今のはうまく誘って攻めて、さあノブさんの剣が1本取りました。さあここで次はさあニアさんの剣だ。さあ剣と剣の対決、さあこれは非常に注目の対決となりました。ニアさんのこの水色の剣か、ノブさんの白い剣か、そうですね。さあこれは注目、龍と違うこの剣のこの対決というのは一体どの辺がポイントなんですかね。やっぱり足払いなんでしょうか、それとも勝利なんでしょうかね。さあハードを攻めて、しかしそこを足を転ばせる。さあ勝利を出す、勝利が勝利を当てる。しかしそうハードを攻めて、しかしここを波動で、さあここで転ばせ、さあここからその今のお前は歩きを前に見て、そこで歩きながら勝利は素晴らしい。さあそこまた恐怖の勝利、そこで勝利で安定の一本勝ちです。さあこれはニアさんの剣、非常に誘いと読みが非常に素晴らしい。さあ2本目、さあここ飛んで、さあそれでこれ足払い、さあこれ足払い、さあそこ勝利、さあそこからあのさあこれ3人勝利。しかしノブさんの剣も飛ぼうとするか、さらにそこに勝利、さあ恐怖の勝利。さあこれここで足払いを出して意識をかなりびっくりさせて勝利、新谷さん安定の一人抜きです。素晴らしい。さあ次はバーチさんでよろしいんでしょうか。バーチさんの、X バイソンですね。さあバイソンのこの赤いシンクのダッシュバイソンなんですが、もうバイソンと見るともうね恐怖しか浮かばないというか。さあこのオアオアのオアといえばこのバイソン。さあここでハドウケ打つ、ハドウで打つ、さあ少しそこを転ばす、素晴らしい。さあここでそこで足払い、足払い、さあ冷静にハドウ打つ、ハドウ打つ。さあそこでさあバイソンさん、あっとここでオア慌てた。さあそこで慌てた、これがバイソンの怖いところ。さあ昇竜をやってしまう。さあそこうまく今のは誘ってたか、今のそこへさあ膝蹴りから地上にやって安定の一人抜き、素晴らしい。さあ、2本目、さあここからタイムカットの、さあ2本目、これはオアがなした。このオアのショックはでかい。さあその勝利をやるが、スカイジュにその勝利をやって、さあ今度は上のオアだ。さあそう今のめくって、さあここで竜巻をやって、さあここで勝利をやる、スカイオアをやる。そうこう、おっと今の勝利連覇。さあここからまだわからないぞ。さあこれでしゃがみ勝利をやるか、さあしこうスパコンが出てバイソンが一発取りました。さあこれで3本目、さあ開幕昇竜でオアでやってる。さあ昇竜で、しかしここで膝蹴り、さあ膝蹴りやって下の位置までかかと落とし、波動で波動でジャンプ昇竜、昇竜、昇竜で出る、さあ昇竜ここで出る、昇竜、さあここでいやいやこれ膝蹴りで、これあーっとしかしこれはまだ分からない。あーっと今さあそこでさあ同じもう2人ほぼ同じ。さあここからまだ分からない。さあ素晴らしいニアさんで今最後の投げは読めなかった、今の1本取りました。さあこれでニアさんが2人抜けで、さあここでグッチさんのX フォークですね、 X フォークが、
さあここでグッさんが止めるか、それともニーアさんが3人抜きになるか、さあ注目ですね。さあここでスショップをしてみたい。しかしこうエクソークとしてはどうやってですか。ここでおっとニアさん安定のこううまくとにかく近づけさせないと思いながらも引き下げて、ここでシャーダーミンでここです。しかし奥がこう蹴る。さあこれ生回したい。しかしまだこれはわからない、まだわからない。さあここでホークタイムか、ホークの時間か。さあこれ回すか、あーしかしここで竜巻抜けです。しかしまだわからない。さあこれあーっとレッパーを、しかし今のレッパー食らってしまった。ニアさんが1本取りました。さあこれで2本目。さあ開幕どうなる、開幕うまく進めて、おっと転ばした、これはいいぞ。さあこれで波動を打つ。さあ昇竜、さあこれここは転ばせる。さあこれ回した、これフォークのタイムか、フォークの時間か。さあこれしかしこのギリギリのところか、これすごい昇竜当てる。さあ竜巻来た、足払い来た。さあここから、おお素晴らしい、今のフォークは素晴らしい。さあここからまだこれは分からないぞ。これはフォークの、おお素晴らしい、フォークのこの手が出て、さあグッさんが一人抜き、追撃でいけるか。さあこれで、さあグッさんとニアさんこれ勝負。さあまずこれ3本目。さあ波動開幕波動、さあ昇竜、あ大足ボタンが効かないそうです。試合の中断になりました。さあ大足ボタンが止めてしまいました。これはあれですよね、このあまりのこの規約に押されてボタンがちょっと効かなくなったという形ということで、試合の再開で1本1本ずつという形にして、イーブンにした状態で3本目から勝負ということですね。はい、X ホークといえば、最近ツイッターで上げられた、なんか手と足を出しただけで竜の勝利権が当たるという面白い動画がなんか出回ってましたが、それをちょっと思い出させますね。しかしホークのこの攻めてくるこの巨大な足とね、どういうことか、ちょっと今びっくりしましたが、今、これはどういうことか、失敗しないようにという形で、ここで、さあ、グッチさんのホークと、ニアさんの剣の3本目、ここから、再試合となります。さあ開幕しゃがみ蹴りで、さあすごいコンドルで飛ぶところを処理権。さあ竜巻でやってしまったが、さあコンドルでやってまた当てる。さあこれ波動で後ろに下がる、竜巻でやるというところをコンドルでやって誘う。さあ波動で進むか。しかしこのフォークのじりじりと攻めても怖いところをうまく処理権当てる。しかしこのフォークも頑張ってほしい。さあここでギリギリで当てるか。しかしここで飛ぶ、あしかしここで膝切り、さあここでまだわからない。さあここでフォークが回す。さあここでもう一回回すか。さあこれはいけるぞ。さあここでどうなる、ここはあっとこれは、さあここは、さあここのどうなる、これが今日の勝負。おっとレッパー返した、あっとかし惜しい、今の惜しい、非常に今のは惜しかった、グッズさんの惜しい。ニアさんが4人抜き、ここで2周目、はい、3人抜き、いや2周目でペコさんの S バイソン、タメゾーということでしょうかね。さあここでこのスーパーバイソンの方は X バイソンに比べるとどの辺が良いところなんでしょう。もうなんか S バイソンっていうと、もうなんかもうイメージ的にどうなんでしょうね。しかし今の思いっきりスーパーキャラという形で思いっきり投げまくる投げる投げるしないですからね。もうこれがスーパーキャラの
その唯一の声弱点というか、しかし今のワンをうまく攻めているのか、しかしもうニアソンマス攻める浮き容赦ないこの剣の姿、しかしゴチゴチが来た、ゴチゴチが来た、さあここは分からないぞ、さあここでワーが来て、さあうまくかわす、しかし今の竜巻をガードしてワーでやって、さあ今の単発、さあさらに単発ダメですか、さあこれは分からないぞ、さあさあさあこれはこれはこれは、あーどうしよう、素晴らしい、今のは誘ったのか、恐怖のゴチゴチ、さあこれでペコさんが1本取れました、さあこれで2本目、3本目、さあ昇竜、さあここでしかしそこは足を当てる、さらにまた足を当てる、足を当てる、さあ波動のこの前を、しかし今のヘッドでやろうとしたところがそこうまく、さあまた昇竜、さあここで地上で当てて投げる、さあこの剣のタイム、あー最後はうまい昇竜剣で、ニアさんがこれでニアさんがセロテープさん、次がニアさんが4人組、さあここでまた今日は、セロ様は残儀2回連続という形でさあ、注目になっております、さあこれはどうなるか、今日は残儀残儀ですね、残儀残儀ですね、これはセロ様の本気か、本気なのか、ものすごい気迫で、さあ今のこれは今のはうまい、さあボディアタックはさこのフェイントで、今の剣を足払いをギリギリで避けてから飛び転ばすという、これはすごい、さあこれあーと今のおー今の掴みたかった、しかしストップでしょ、素晴らしい、スロさんも1本取りました、素晴らしい、さあ3球目、さあこれで取りました、さあこれ飛び込みの大ピンチ、しかしハード、さあ飛びキックでスクリュー、さあここでスロさんも対抗、しかし馬の後ろに下がりながらうまく誘う、そうパイルでやって、しかし剣の王も宮さんも、あ今の勝利剣うまい、さあここからどうしてか、さあこれで今のフェイントうまい、さあここでああしかしすごいダブルアで、さあここからここからどうだ、おーっとしかしああ今のダブルアで食らってしまう、さあそして起き上がり投げ、さあまだわからないです、おーっと今素晴らしい、さあこれはおーっと出た、最後竜巻、まさかの竜巻削りです、ね、これは今のは素晴らしかった、さあ3本目、さあこれはどうなるか、開幕からお互いパンチを出す、じゃあ今ここ6バス、お互いフェイントの掛け合い、さあ昇竜、さあギリギリで届かない、さあこれ昇竜やる、さあ次はどうする、さあこれ竜巻をやる、足をやるが転ばす、さあしゃがみに昇竜、さあ今の飛ばせて昇竜拳、さあここでダブラリー、さあここで、さあこの近距離ゼロ距離の戦いから、しかしそこをうまく勝利権、さあそこをさらにダブラリー、まだわからないぞ、さあこれ、いや、なんという凄さ、これでセロ様また一人抜きました、さあ次はミキさんのガイル、さあこれは再びセロ様の恐るべき旋風が巻き起こるのか、この恐怖のグリーンデーモンといいますか、ものすごい今日はセロ様の脅迫を感じますね、しかしこのデイトナー式のこの式の細道出てからこのなんて言いますか、このセロ様のこのものすごい活躍を毎回見れるっていうのはね、非常に素晴らしいというか、もう個人的には嬉しく思いました、さあここでさあミクさんの X ガイル、これはさあ白いガイルだ、さあこの白と緑のコントラストで、さあどうなるか、さあ開幕飛ぶ、ここで転ばす、しかし今のは恐ろしいフェイントだ、さあソニックで打つ、さあシューキックでやるか、転ばす、さあチューキックソニック、チューキックソニック、さあここでじりじりうまくいったいところだが、さあここでまたもや恐怖のスクリューパイルダイバー、セロ様が1本取りました、さあこれで2本目、さあこれ開幕どうするか、さあ恐怖の中級級、さあこれで、あーしかしこの今の一瞬の空気の間から来るスクリューというのは非常に恐怖を感じる、さあこれソニック、しかしソニックで攻めるぞ、これでソニックで行きながら中キックでやって、さあこれさあここから、いやーしかしダブルスクリューを食らう、しかし今のパンチはいいぞ、さあこれ、いやーしかし今のフェイントで1本取りました、続きまして、LINN さん、ガイル、期待です。さあ、次は、さあ、今日のデートナー式の第8回式の細道のニューヒーロー、さあ、EYL さんの、さあ、これは注目だぞ、再びセロ様との対決だ、これは、それは、さあ、EYL さんの、この同じ白いガイル、さあ、これはまだ、さあ、これは恐怖の、俗に言うビートミラクルが炸裂するのか、さあこうさあここでさあキーキック、しかしこの岩井さんのこの蹴りの使い方がうまいですね、あの非常にこの蹴りが非常に怖い、これはさあうまく攻めて、そうセロ様やる、さあすごい、さあここからさあそこセロ様の、そうこのまさにセロテープの名にふさわしいものすごい粘着力で転ばしてスクリュー、素晴らしい、
さあ今の蹴りからの今の様を出たかったが、さあここでさあこれチューキック、さあ今の裏剣はすごい、さあここでグイグイ前に行きますね。さあしかしここで様をやるか、転ばしてセロ様がこれで3人抜き。さあ次がロードさんの次は S 剣、スーパー剣ですね。さあここで引き継ぎロードさんでさあこれは岩井さんの仇を取るという4ばかりのこの赤いシンクの剣で、さあ波動で、あっと今のザンギ飛べたかったかと言ってしまった。アドキンで今のはダブラリンクラー、さあ今の勝利で思わず出してしまう。さあこれスーパーキャラは投げがないから、投げの受け身がないから、これは非常に苦しいぞ。さあこう今の前の転ばしはうまい、あーダイヤシー払いでうまく透かして転ばしてセナ様の1本取りました。さあ2本目、さあこれ開幕中キックで誘いながら押す。さあここで、さあここでこのじりじりじり攻める。さあダブラリーでこうやれながら勝利をやるが、ここをうまく前後にこの動きながらやるというね、この誘いが非常にうまい。入れ替わりましたね。さあ端っこの攻め、ここで波動ね、しかしダブラリーをこの透かしたこの連続転ばしが非常にこう、あーっとこれは素晴らしい。セロ様がこれで4人抜きで、次が俺ですね。頑張ってきます。あ、クレジットはまだありますね。はい、タツコスさんの竜ですね。地球に優しい色対決、ね、緑同士ですね。波動を読んで流れで受けました。抜けてグイグイ近づいてきますね。ガッシュダイヤシュ、なるべくザンギアを画面端に追いやるっていう戦法が基本戦法、ね、端が基本ですけど中央ですよね。中央ですね。なるべくバックジャンプをしない方が、そうですね、竜はバックジャンプしない方がいいんで。あ、いい竜巻ですね。おー、大昇竜、大昇竜でダイヤシを買った感じですかね。もう開幕た大竜巻、味方がいいですね。配信見てて思ったんですけど、吸い込みましたね。結構ボタンの音が聞こえてくるんですよね。配信に乗っちゃってるんですよね。だいぶ激しい。ここで空対空ですね。両者1-1で、両者1-1です。あっと早かったか、ちょっと早かった。竜巻が当たる。ブラリで抜けて大変食らう。竜を呼んでいた。いい勝利、勝利にかかる。おっと大変、さあチャンス、あーっとここで連勝がストップ。最後は波動で、次は猫集めさんの SDJ。
ャラを間違えてしまいましたが、やり直しで OK です。ということでちょっと達俊さんが DJ を殺してください。コマンドですね、コマンド。コマンド大丈夫ですか、出現コマンド。 DJ はですね、ちょっと手元の資料によるとですね、手元の資料なかなか出てこないですけどね。あ、出てますね、 SDJ ちゃんと選べてました。ちょっとネット配信だとワンテンポ遅いんですよね、やっぱり。SDJ のいいところはマシンガンがちょっと上の方が強くて、そう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 、お腹の中をもう飛び道具が抜けてったりするけど、下半身は弱そばで上半身はマシンガンみたいな使い分けが。あとなんかいいところ、いいところ、なんかジャンプがふわっとしてるところが可愛い。刺さりますね。ヤスラの硬直もなんか見るから長いですね。強勝流、最後は締め強勝流。続きましてノブさん、ノブさん龍、ノブさん龍ですね。そうですね、1キャラ目がメインキャラで2キャラ目がサブっぽいのはちょっと珍しいですね。でも剣使ってるから龍使えると思うんですけどね。マッツンとかは龍と剣は全然別のキャラだから、あの一緒に練習しない方がいいよみたいな。あ、なるほど。まあ、あのコマンドとか技は同じものがあるんだけど狙いが全然違うから。そうですね、タイミングが違いますよね。両者ゲージ溜まりました。最後は投げ、バイアスが投げ、グレーの方がノブさんで緑色の方がタツトシさんですね。そうですね、1ラウンド目を取ったのはノブさん。ノブさん右がタツトシさん、大昇竜が刺さりますね。バンバン出ますね。さあ竜巻、いい踏み込み。さあ差し返して、当たってしまう。さあ最後は削りきれない。あれぐらいは削れると思ったか。さあ待ったなし。さあ扉取って、今の台から昇竜拳とかはちょっと剣使いっぽいですね。本当は台、アッパー、ファイヤーぐらいで。そうですね。さあ根元、さあ中足シンク、できるぞと言わんばかりの。ああ、なるほど。次が山本さんですね。山本さんのチュンリー、お疲れ様でした。次は山本さんの、輝かしい黄色いチューブですね。はい、ノブさん、黄色はいいですね。なんか初代スト2のチュンリーのアップ画面が黄色かった。あー、そうですね、そうですね。ナイスガードから切り返し、さあ剣が当たって正面からいった。あー、よく飛んだ。これがノブさんのものすごい素晴らしいのか。このタイヤは何だったんですか。
空対空。ピッチが入れ替わって美味しかったんですが、おっと、さあ大天守暴れてみた。あ、重ねにいったが、ノブさんのこのシュートを置いてあった。素晴らしい。これでノブさんがさあバーチさんのバイソンですね。次がバーチさんの、スーバイソンですね。このノブさんのこのテンポ、ジャンもそうです、このフェイントからのこのシュートっていうの飛び込み非常に素晴らしい。さあ次はバーチさんのスーバイソンですね。さあお互いダッシュからさあ早くここでノブさんこの手法をしっかりしていくのにプレッシャーがかかる。さあ技の置き方がいいぞ。さあ端に来てしまう、ヘッドで暴れてお釣りなし。おっとクレイジー美味しい、真空も吐かせてヘッドも当たる。さあヘッドを削り気味、さあ最後はオア。さあヘッド、おっと上オア、下オア、ヘッド。クレイジー安めに済んだが、うわー沖中足、素晴らしい。さあ1名を取り留める。竜巻は全てのオアに勝てますからね。竜だと今の竜巻でダウンして終わりなんですけど、剣だとピオリーチになるんですね、竜巻が前段入って。さあ投げにいった、素晴らしい。これでノブさんが3人抜き、そうですね、ですね。さあ次はメイソンも、ね、さあ来ました、エクソンだ。さあこう、さあ本キャラ来ました、はい。キャラ的にはもちろん圧倒的に竜なんですが、まあね、ホンダやってる人は死ぬほど竜とやってるでしょうから。さあ噛み合った何か。さあ押し返す。竜の視点から見るとこの本当の上というこの突然の突進が怖い。そしてこのスルーが入れ替えて、さあさあ昇竜拳、今足伸ばさなければ当たんなかった。あ、さあ逃げキック、あー打っちゃった的な、一発耐えれば昇竜終わりなんですが、あれは絶対にヒットしないので。さあリーダーさんの意識の分かけてなんか喋ってるうちに、あー歩き追いちょう。さあここで川島さんのダルシムですね、これは非常に注目の。そうですね、ホンダとダルシムってなるとかなりいい勝負で、お互いメインキャラでかなりやり込んでますから、まあこれ勝った方がこの後もちょっと連勝止まらず決勝進出するんじゃないか的な。さあフレイム置いてある。さあ頭突きをしゃがみコパンで落としてファイヤー、今のところ危なげなくカワシムが。さあノスペ対空、1ラウンド目の情報をどう利用して2ラウンド目立ち回るか。さあオカマから入った。さあカワシムが、おっと1回触られた、体力も追いつかれて。さあ壁橋スラで暴れて、さああっともう風前の灯火、
チョップ。ノーミスで終わりまでいけるのか。さあ、ドリッテミタが頭突きが待っている。ガード、頭突き。壁橋、逆感から。削って、背後を払う。すごい、さあ次は、ジャイアントマシーン2号さんのスーパーバルログです ね。ジャイアントマシーンさんの S バルログの師匠がニーヤさんなので、はい、ある意味指定対決。あー、なるほど。さあ師匠に磨き上げた S バルログを見せることができるのか。俺の S バルログはここまで強くなったぞと。こんなってなると、いや、もうあれですよ、もうキャラ性能うんぬんじゃなくて、人間的な。さあ人間的に、人間的にやられている。やばいやばい、暴れてみた。あれどうしようもないですね。テラーがないので、バックステップしたところでどうにもならない。さあ師匠に、確か頑張れ、S バルログ始めて3日目、頑張れ。実力もすごい。さあ、ピョッター師匠超えるか。このゲームは投げピオは投げられないので、今多分投げに行ったんだけど、立ち切りが。さあ、逆にピオって、師匠のニアさんが最後はちょっと甘えて、繋がってない重ね。さあ、次はグッチさんも、さあ来ました、グッチさんの竜、これは注目だ。あ、いましたね。そう、グッチさんがまだいたんですね。そうそう、さっきの豆知識なんですけど、投げでピヨった時は投げることができない。さあ開幕20番手、さあ波動拳、さあピヨった、素晴らしい、バンバンバン。間違えた後、何を間違えたか。あっと思った、なんかお互い間違えてるぞ。そう、ほっと安い。おっと、サービスか、サービスプレー、あーっと、龍拳一戦、大勝龍拳でグッチさんが勝ちました。さあ2周目最後のプレイヤー、グッチさんがまだ勝っているので、ここからエキストラでランダムで、グッチさんの連勝が止まるまでランダムで乱入が続きます。今のところなんとセロテープさんの4勝とニーヤさんの4勝が1位タイなので、グッチさんが4勝を超えなければ、まあ、ニーヤさんとセロテープさん。7番、あれ、はい、これやめ、うっす、これちょっとしっかり、さあくじ引きの結果、グッチさん2人目の相手は辰俊さん。
飛び込み台、しゃがみ台、ちゃんと弱竜巻置いてあると置き攻めに繋がるんで、あそこでなんか波動とか打っちゃうとね。さあ見てから打ったが、これはガードできる。おっといい勝負、これは昇竜拳やるなぁ。そうさん明らかに押しているような気が。さあダイヤスタイク、ちゃんと竜巻置いてあって投げ浮き身取っている。昇竜拳お互い踏み込んだが、投げたのはグッズさん。さあ竜巻で暴れる。さあお互い打ちにくいぞ。打ったら大きな声で言いましょう。さあ取り返す。さあファイヤー、鎖骨でいったが竜巻、おっと2ヒット。さあおっと切り返す、ダイヤシン。さあゲージがザッと難しい。おっと今のは真空読みか。さあどうなる。あーさあ暴れたか昇竜拳。さあさあグッチさん2連勝、ついで山本さんですね。いやー惜しかったですね。いやー恥ずかしい。でもこれが僕の悪い癖で、もう追い詰められたと必ず大竜巻ボタンやってしまうというといやーでもグッチさん素晴らしかった。戦いで嬉しかったですね。さあ次は山本さんの黄色いイエローチームですね。さあ戦いで戦ってお互い離れて離れて離れてで、シュピとリュウもなかなかオープンカードで面白いと思いますね。これさあ後編のグッさんお願いします。このグッさんの素晴らしいところ、この攻撃のこの突然のバリエーションの良さですね。これが非常に止まる、それがこの攻めている爆発の技術、攻め後のすぐこれを一瞬でよく山本さんが上がりました。この前からどうなの、このグッズさんのこの突撃ですよ。そこから上がらないぞ、上がらないぞ。さあこれ滑る滑るか滑るか、おっと今後で SP 後ろに行ってグッズさんも波動拳で1点取りました。さあこれでさあラウンド数すごい、おっと山本さん攻めていく。さあここで空中竜巻すごい、そこでちょっと投げる。スピニングバードキックが漏れましたね。と画面端で冷静にグッさんが今のシンク波動って真空波動がぶち当たりました。3人抜きですね。さあ次がジャイアントマシン2号さんのスーパーバドログ。さあ七色のさあキャラは何でしょう。キャラは S ホニャララスーパーバドログということで、さあ来ました。リンゴのこのバドログなかなかこれは貴重なあるかもしれない。あるよ。さあ S バドログどうなるのこれ。今の勝利感すごい。恐怖の昆虫の数が非常に非常に怖い。ジャンプショーパンチを仕込んでますねこれね。冷静に立ち大パンチでさあ、グッさんが1個取りました。片方がマイク小さい。あ、当たり2つだよ。はいはい、何やってるの。
すみません、放送事故が起きました。はい、さあこのスペインの前のこのバランドが、あ、しかしもうダメか、まだ分からない、おっと、しかし素晴らしい。さあここでスペインの七色が奇跡を起こすのかな。さあこれは、そう、3本目、武道拳ね。この前から、しかし、おっと、インナーポーズ、しゃがみ中止、すばらしい。さあ、ファイアアイドルの話です。これ、今がかなり有利になってる。しかし、ガードして、冷静に勝つためのガードして、冷静に攻める。さあ、ハンドル、そこを攻める。マックスを攻める。ジャンプチパンチも、今から、マクを当てるが、しかし、今日当たりは、しかし、攻める。さあ、素晴らしい。クッサのこの反応がすごい。さあ、カラオスはどうなる、さあ、ここで、さあ、しかし、投げる。まだわからないですよ。さあ、おっと、これは、しかし最後がグッさんが冷静に勝利点で、さあ4勝で、さあこれで次はミキさんの X ガイドですね。これでもし最後の取り出という形で、さあミキさんの、さあこれでグッさんが勝てば三つどもえ戦と、さあこれでグッさんが勝つと三つどもえ戦になるということで、さあミキさんガイルですね。さあ、これはもう開幕から目が離せない。今の一瞬のこの選手のこと、さあ、これ波動拳、波動拳、さあ、これ、さあ、これ、さあ、これ、この波動拳、ショーパンチで止めた。持ちショーパンチの中がすごい。さあ、画面端。投げる、決めてる、あとはダイヤライフがこの辺に、あ、いい垂直、さあ、今の垂直ライフが素晴らしい。さあ、ここはおっと、今のは今のもしかしたら、あー、おーっと、受けたぞ、さあ、あー、素晴らしい、すごい投げが炸裂。さあ、ミキさんが1本取って、これはまだ分からないぞ。やばい、もう勝ちでいいでしょう。やばいです、これは。乗り移ってますよ、これは。まだ、さあもう一本、もう一本ありますよ。まだこの次のこの3本目に、さっきのもう一回やれば、もう一回やればいけるいける。さあこれソニックをそこで、さあ画面端、じゃあこれまだ分からない、しかしこれ投げる、さあもう一回投げる、これまだ分からない、なんか歩いてきて投げてるぞ。ミキさんがものすごい冷静に、力及ばず、しかし今のミキさんの1本目は非常に素晴らしかった。グッチさん4連勝ですね。4連勝ですね。さあこれで、いやー素晴らしい。さあこれで4連勝した3名ですね、による、あ、そうですね、優勝、どうですか、あ、じゃあグッチさん1位抜けで、優勝抜けで、ニーアーさんとセロテープさんの戦いで勝った方がグッチさんと戦うということですか。これはみんなの感じで、しかし視聴者としては見たいのではないでしょうか。あ、そうですね、2位決めしてからグチさんに、うまい、三つどもえ戦か、ともえ戦でいくか、見にくい、そっか、
時間的にあれじゃない、2的に2決めをしてして、で、じゃあ今日は時間が迫ってるので、申し訳ございません。2決めを攻めて、2決めをじゃあ決めたいと思います。じゃあニーヤさんとセロテープさん の2位決めの勝負ですね。勝負一発勝負。マジでこれはさあ注目の対決ですね。選べない。さあキャラ決めで、キャラ決めで非常にかなり混乱してますよ。混乱をしていますが、さあどうなるか。スー様は残ゲーム。さあキャラ決め、これはどうするか。変化双方が勝負。さあこれはどうするか。さあ剣対ザンギエフのようですね。可能性に始まりました。さあ飛び込みです。皆さんこの動きは早い。そこに下がってしまう。今のサンギエフさん、そう、持ってきましたね。持ってもさっきまでキャラ決めで話して会話とは思えない、この一瞬の切羽詰まった空気。さあ、これ決める。さあ、リバーサルで返していく。あー、少しセロさんがものすごい冷静に処理権、あのチョップは強いんですよね、対空。さあ、勝利券出てくぜ。立ち回りが、おー、投げ返したガメハジイエロケッティア。おお、一本返してきましたね。このスタートの位置あたりぐらいが難しい間合いですね。お互いに勝利権、あーっと連携が、あー持ってった。なんという、さあ2位が決まりました。セロテープさんですね。セロテープさんということになりました。さあこれでグッチさんとセロテープさんの決勝ということになりました。さあ決勝は、決勝は三立てですよね。はい、三先さあ、ウチさんの竜とセロ様のザンギ。さあ注目の対決が始まりました。さあ決勝、決勝、第8回四季の細道決勝ボスね。大味もんですね。素晴らしい。さあ画面端、いい大ファイヤーです。集中波動はいいですね。この前から飛び込む感じで波動拳。さあ残機としては前に出たいが、画面端、シンクヒット、あー、いい中段ですね。2段目が当たる距離というか、はい、立ち台キックタイプはいいですよ。さあ画面端、あー、いいファイヤーハロー、聖剣が当たる。しかし頑張ってほしい。あー、いいですね。あーっと、ここで真空波動が決まる。真空波動が決まって、グッチさんが、まずは1本、グッチさんですね。さあ、右カラーを変えず挑んできます。
やっといい逃げ大キックですね。シューキックか。あの立ち大キックはおすすめですね。自分もよく使うんですけども、刺激的やっぱりですね。おっとここはいい攻めですね。画面端の残機は厳しいですからね。引っかかったぞ。できましたね。あっとピョンだ。三段入りました。グッズさんの世界が。さあこれで日本選手、さあ2試合目ました。さあここからセロ様が逆転の3連勝をするか、それともグッズさんがリーチでこのまま優勝になるか。さあグッズさんリーチです。注目の3試合目。はい、おっとごっそり持ってきましたよ。あっといい対空です。あー勝利やってしまって、これは取っちゃいますね。さあ4点、はい、逆転のタイムなんだ。しかしグッズさんいい波動拳ですね。あっと大昇龍出る。もうこれはザンギエフ結構厳しいですね。この8、なんという、もう一本ありますよ、もう一本ありますよ。リーチ。さあここで、さあセロテープタイムが始まるか。さあここで、しかしまだハモケン。あっとダブルアイに来ました。さあここで勝利になる。リュウが画面端。さあまだいけるぞ、いけるぞ。さあハモケン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 。あっと大勝利出る。しかし足から当てる。さあここからどうなる。さあ当てるか。動くか。あっとここで取り返した。取り返してセロ様が、さあ1試合目となります。さあここから逆転がなるか。2-1ですね。さあ恐怖の第4試合目。さあリュウじゃないとダメみたいですね。さあこれで第4試合目で決まるか、それともこのままセロ様が勝って人生の決勝か。さあこれで WWE政権がいいですね。機能してます。ここのグッチハウスが機能してますね。あーいい、これはリーチですか。リーチですね。しかしまだこれはどの使い方が。おっと直接いった。おーっと当ててった。これを1-1。これでチームの3試合目。ここで波動拳サメダイヤシ。さあこのパスです。あーい、何をやってんだ今のは。あっとここで勝利やってしまって、すごくまだ分からない。さあここからですね。さあこ
波動の打ち方がうまいですね。あっと、あーっと余ってた。あーっと投げに行ったぞ。残り13秒。決まりました。すごい まくり方。グッチさん優勝です。おめでとうございます。じゃあ、放送席、第8回式もする優勝者の、グッチさんです。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。あの立たせてもらった感じで申し訳なかったんですけど、いやもう今日の白いリオ本当に素晴らしく、このバリエーションが非常に、いやもう今日は本当に第8回四季の細道はもうね、新規プレイヤーも出てきまして、もう非常に素晴らしい大会となりました。こちらのお店、埼玉県新座市のデートナ式では、毎週金曜日、スパツ X 大会20時から対戦会やっておりまして、21時頃から、式の細道やっております。対戦会50円2プレイですが、様々ながプレイヤーも来ておりまして、非常に初心者大歓迎となっておりますので、この配信を見てスパツ X 興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひとも、お誘い合わせの上ご来店くださいませ。では本日の、放送終了したいと思います。どうもありがとうございました。野試合やってきます。はい、じゃあ全員のロードです。第8回お疲れ様でした。今日はですね、初めて1週間の人から初めて20何年の人まで、年齢で言えば21歳から27歳ですか、30年離れている人の戦いもありました。多分全国的にもこんなことできるゲストさんがないと思うので、大切にしてください。初心者に関してはまだ増える可能性があるので、皆さんその時はよろしくお願いします。まだまだわからないことも多い初心者がおりますが、生温かい目で見守ってもらえるといいかと思います。ということで、配信は11時までやりますが、いつも通り11時半で締めたいと思いますので、どうか最後まで、また来週もよろしくお願いします。今日はお疲れ様でした。
ません、追加です、お菓子食べきっちゃってください、はい、皆さん、最後の方でバクバク食べちゃってください。よろしくお願いします。Thank you.
Yeah.
はい。Oh!
配信は終了したいと思います。配信も始まるですので、ご視聴の方よろしくお願いします。ではありがとうございました。